このレトロスーパーゲームマスター坂本を飽きさせないものであるかい、うん、こんな雑魚にやられたら笑わば笑うがいいさ男のチャイハハ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 絶対次はロックマスターだったらロックマスターできるわゴリ押し重たいよいいよ使って使え使え使え死ぬ死ぬ死ぬこれがロックマン3だなんだじゃあ勝てるじゃねえかあと一発当てろ斜め上よっしゃやってるんだロックはないんだよおい坂本よ。はい。ロックマン3やったことあるのか？ない。全く。全くない。俺昔やったことあるんだけど、うん、結構難しかったぞ。記憶的にはな。飢えてるんだよね。難易度が高いレトロゲーに。正直ね、うん、まあ前回の放送のマリオ USA。はい。まあ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 といったところ。そう。ちょっとまだまだ歯応えという面では。うん。面白かったけどね。であるなら多分いい感じの難易度ではないかと。ロックマン3歯応えはあるかい？あるよ。このレトロスーパーゲームマスター坂本を飽きさせないものであるかい？うん、ないと思う。3、2ではなかったスライディングができるようになるんです。スライディングを使わせてしまったらこのゲーム簡単すぎるのではしかし中岡さん、しかしその分スライディングを使わないと避けれない攻撃とか、うん、そういうのが増えてきてるから一瞬の判断。しかし私にスライディングを使わせてしまってはな何があるのスライディングで。滑るのは得意技だからそれ俺だよ。行こうおい、その代わりチャージショットはまだ打てない。まあまあチャージショット持たせると、うん、初期地点からそのままワイリー城にチャージショット打って終わりだから。僕の場合僕くらいの人力チーターになってくるとどういう状況だよ。まあ今回は、うん、ボスが8体か。はい。これを倒さないと、うん、ワイリー城への道が開けないということですね。その通り。誰から行くか。確かね、タップマンと、タップマン、うん、あのコマのやつね、うん、とその上のニードルマンがもう雑魚中のさ、この2人が比較的倒しやすかった気がする。じゃあニードル行く。もうニードルあたりでも、うん、トップマン、タップね、タップマン、うん、王って書いてあるか。タップのはずなんだけどな。タップマンなんだ。うん、コマなんだ。そうなんだよ。だいたいコマモチーフの敵雑魚じゃん。いる？他に筋肉マンとかにいなかった。筋肉マンにいたかな。いないか。ケンダマンならいたけどねあ、そっか。うん、ケンダマンめっちゃ強いけどな。じゃあまあこの辺行くか。うん、まあ、色的にもな、だいたい朱色は弱いからな赤とか朱色は弱い。どこの記憶なんだよそれ。赤は強いだろ。この甲子園球場みたいな背景でやるということか、うん、そう、太陽光パネルかな。左から右に行く感じこのゲーム。嘘でしょ。ちょっと待って、ロックマンだよあ、右に行く感じ。基本全部右よ。全部右ね、これね。基本はね。はいはいはい、うん、何左行ったの。スライディングな。うん、もうそれだけ。おお、鉄アレイマンかネイジだろ、どう見ても。危ない。倒せる倒せる。おい、嘘つくなよ。いや、動き出してからね。あ、そっか。うん、何で一時戻るのよ。あ、復活するのか。全部復活するからここで実体化してからがダメージが入るってことね。そう。おい、おお、よけ、よく避けた。当たんないんだ。うん、全部ある。おっと、早い感じだね。歯応えあるね。なんだなんだ。あ、でもバスター一発なんだな。そうだね。大ピンチいやいや、まだ始まったばっかりだよ。なるほど。ジャンプと、これ大ピンチ合わせ技すでに。え、嘘だろ。それで何、それでしゃがみ打ちないの。あるわけないし。シースティック、シーキーとかないんだ。ないないない。で、スライディング中は打てないしね。え
嘘でしょ、そいつらでやられるとなしだ。まあまあまあ回復ある、皆さんご心配なされるよ、うん、坂本これ回復あるのをロックマン知ってるから、これスライディングでいく感じなんだろう。そうね、でそこから一方的に打つと、なんだったら、うん、これで経験値が爆発的だ。経験値ないからね。あ、ないよ。うん、コマ、そうコマモチーフの、ようやく敵が出てきた。おー、処理落ちで簡単になるだけでは。なるほどね、これドンキーコングモチーフか、まさか。コマだっつってた。そうか。どこドンキーよ。あの、初代ドンキーコングジュニアの春を落としてくるのをモチーフかなっていう。まあ今は特殊能力は持ってないし、ジャンプ力もないから、うん、下だけだよね。そうね、下行ったら一発死。そうね、トゲ系は全部即死のはず。結構危ないことやったね。どうしたどうしたどうした。今危なかった。横を失敗にしなければ落ちて死ぬからな。空中ジャンプできないんか。あってる。あー、ブルドーザー。うん、まあ上のやつ倒せってやつだね。そういうことよ、耐久力低い。もう初見で分かってしまう。上から落ちてくるぞ、気をつけろ。あっ、いけるか。え、いけるって言って上にはいけないよ。え、これジャンプ力分かるかい。これくらいしかないから。違う違う違う、倒せるのかなって。倒せはするでしょ。甘く見てもらっては困る、このゲームマスターを。結構しょっぱい動きばっかりしてるからよ。でも HP はまだ1しか減ってない。うん、結構耐久力あるんじゃないか、こいつ。え、そ、これ避けながらってこと。え、壊せるはず、その弾も。なあ、言ってくれよ。わかるだろ。おい、壊せねえぞ。耐久力は高いんだ。うん、なるほど。え、のみのみ野良猫が。なんで当たらないときにさ、パンパン打つの。ここか。おい。おー、まあまあ、今度、まあ、悪いか。飲み状態でやるべきだったら。飲みとか、そうね。いや、やるべきだったぞ。いや、もう終わる。ああ、次これ止まるよ。わーってる。これ、スローモードになるから、3分勝利落ちで。それを生かすのが、最もたやすいのではないか。なるほど。ここ、レトロゲーマーを生かす。苦戦したね。危なかったな、強敵だわ。一瞬で分かった、何も言うな。うん、あ、でもここまで回るのは予想外。皆様ご安心なされい。結構厳しい。ボス、うん、ボスだね。もう終わり。うん、1ステージ5分しか経ってないぞ。おい、話が違うよ。簡単なステージよこせっつったの誰よ。誰もが最初にタップマンから行くのよ。なるほど。うん、うわ、避けられないかも。いや、もう一回振ってくるだけで。うわ、どうやって避ける。スライディングで避ければいい。あ、スライディングね。こうか。うん、うわ、簡単だったわ。こいつこれしかやってこないんじゃなかったか。マジで。うん、なんだよ。そう、だからすげえ。タイミング。もうわかった。2パターンしかないわけね、こういうの攻撃がね。そう、倒しやすいんだよ、だからこいつ2パターンね。で、しかもこう行くと、外側に行くのが正解だと、うん、で、あえての外側で避けると。うん、まあ、しかし攻撃、撃ってよ。うん、そうだな。これ簡単なわけだ。体当たりが結構痛いな。そうだな、今のところイーブン戦いを強いられてるな。うん、あららららら、中岡慎太さん、これもう攻略完了か。いや、もう今負けてる、ダメージ。そりゃあったらね、ダメなんすよ。いや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 、危機を演出したまでのことですよ。うん、なるほど。中岡慎太さん、本当にね、僕ピンチの時は喋んないから。うん、そうだね。うん、今はもう全然大丈夫。道中の一騎をわざと落としたまであるのよ。一気アップしたから。楽勝すぎてはな。融合とトップスピン、うん、タップスピン、はい、コマ回りを手に入れた。そう、使っていきましょうよ。あんまり使い道ないんだよな。あ、出すかい、コマ。うん、ここ出そうよ。嘘しか使わない。お前責任持てんのか今。嘘しか使わないじゃん。え、でもね、今技ポイント1減ったから、うん、当たってはいたんだよ。
無理じゃない、せめてぶっ飛ばしというか吹っ飛ばし系の技法しか書いてないと無理じゃない。一切吹っ飛ばないのだからね、あの、体の周りをかするように当てなきゃいけないのさ、難しいね。でどうしても接触でダメージ食らうから、ロックマンって、そこが使えない技って言われてる。ほんと使いにくいな、封印するか。もうダメだもうダメだ振ってくる、大丈夫、倒せる。いや、こんな雑魚にやられたら一生の恥。いけるか、こんな雑魚にやられたら足元タップマンは封印だ。はいはい、あはははは、1、2、3、ここ笑わば笑うがいいさ、男のチャイえこう、こう、こうか。うん、そうそう、なるほど、こうだね。次刺さったらもう終わりだな。なんで戻ったの今、せっかく無敵だったのに。おい、難しいぞニードルステージ着弾点はおおおおおおいるところだから覚えておいて。着弾点いるところ、あの大砲ね、それさえ教えてくれればもう大丈夫だそれ HP 回復じゃないから分かってるさしずもの坂本も、敵の弾と HP ライフ回復を混同するほど追いさらばえてはいない。そうか、なんか取りに来そうな勢いだった。人間自体がレトロなわけじゃないから、レトロゲームは好きだけどザコゼロ、よし、うわいい顔しな、一回降りて。ほんまそうだな、リセットしてもいいよ。いや、見ちゃダメじゃないか。分かった分かった。あー、いいか、転がってきたらジャンプで避けるか。ここでジャンプあれ、上にいるとき倒さなきゃダメか。それかニードル打ってきた後に上の段に乗ってからジャンプで避けるか。ちょっとついてない、ここゴリ押しだ。ボスだ。よし、コマか。コマは効かないはず。どうだったかな。一機しかないんじゃない。あ、まだ一機あるわ。コマ効かないんじゃない。一回見よう。ニードル。でも足元。見れた今。分かんなかった。ニードル頭。ニードル頭。ニードル頭。ジャンプ。ニードル頭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 。でピュンピュンニードル。ピュン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 ニードル。頭。ニードル頭。ニードルニードル頭。ピュン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 。頭。頭。うわ結構硬いな。ニードルピュン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 して。ニードル頭。ニードル頭。ピュンピュンしてニードル頭、ピュンニードル頭、ピュンピュンピュンして来ない、ピュン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 してピュン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 して、ヘッドショット、避けられるわけがあるか、あんなもん。あそこでアイテム落とすな、ニードルで。それでさ、あらららららら、らこういうことやりたかったわけ。こういうことやる、これでもうボスまでまあ3ストーン残して。こいつは別にね、これ死んでももういいの。ひよっなんで弾打つのに全力になってんの。星すぐされてしまった。せっかく生き上がったのによし、ここね、大ジャンプだな。避ける装備すらないの今。いや
急にニードルマンが来たのでえ、近づいてきたら基本頭ニードルよ。そうだね。うん、いい。くそ、なんだよ。近いとニードルか。いや、そんなことないよな。いや、結構長い。ニードルだうわマリオじゃないんだから今、3か4メモルしかやってないよ、相手。絶対勝てんぞ、今みたいなのしてきたらおい、いやー、ニードルきついな、打ってくるの。頭ニードルはサービスだけど、これサービスか。ここ、低空がきつい。いや、マジかよ、こいつ、なんなんだよ。うわー、避けれねえ。サービス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 、うわ、近づいた。まあ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 背中傷。いや、今サービスしてくれたんだけどな、途中な。うん、4回5回やってくれてたんだけどな。なんであそこをものにしないかなちょ、チャンスに弱いんだよね、僕のロックマンロックマン引退しろよ、もうまあ、ここからよ、粘り腰ロックマンだから暗いすぎなんだよよしよし、待てよしどうする、ここ落ちてもダメだな、ここね。回復出るまで粘る。あ、うん、待てよ。何する何をしたか100% やられるじゃん、今の。何したかったんでしょ。たまごマンはもうスルーでいくと、うわ、痛えな。重量物だわ。ロックマンもね、やっぱ上から押しつぶされるピストン系に弱いんだよなどういうゲーム。やっぱ頭に集積回路詰まってるから、うん、上から潰されるともう地面とのクラッシュで一発ぐしゃぐしゃのスクラップになるわけあ、わかった、急にわかってしまった。うん、わかってんのこれ。いや、今はね、まずこれ一回弱点調査させて、いいよ、ロックマン使ってボロボロなんだこいつの集積回路多分ゴミだよな、ポンコツだもん。あ、いいぞ。危ない危ない危ない。うわ、ニードルか。よし、出れよバカ。地面ベタバリの固定砲台行くか。あー、行かなかった、今行きそうだったのにな。あるよ、これまずい。すごい3発しか出ない当たり前だろ。うわー、あー、もうダメだ、2しかない。ぬんぬん、これ絶対食らえない。ジャンプ着地すぎ、スライディングだ。うん、見えた。何回ニードル、ジャンプ速、着地速、スライディングで全てかわせる、うん、ニードルは。そう、俺それさっき言ったやつ、ニードル4連のそれ練習しよう。うん、ジャンプ速スライディング、ジャンプ速スライディング、ジャンプ速スライディング、うん、これ練習しよう。直前でもう一回やろう。 OK、 ジャンプスライディングって分かってないじゃん。いや違う、今ね硬直が。うん、よし、ジャンプ、うん、ジャンプ打って打って、なんだよこいつ、ポンコツかいきなり。そんなことないな、避けるわ。大ジャンスラー、大ジャン、なんだ。いや、でもニードル打ってこないだけだな今。いや、それは避けられるかそれは避けられないよ、さすがの坂本でも。今のはちょっときついね。それは避けられる。ジャン、あ、くそ、ダメや、こいつ強い。いやあ、チキショック殺すぞこいつことごとく。お前待ってろ今お前待ってろよ、絶対次のロックマンぶっ壊すから何回この画面、次のロックマンで絶対お前はやつだけにする。いや、これズルだこいつ。あ、待てよ、こいつ弾反応するから撃つとき必ず小ジャンプして撃つといいよ。弾反応、
うん、弾打ったら絶対ジャンプするから。あ、ほんとだ。打つ、必ずジャンプ打ちするかする方がいいかな、多分。じゃあ僕ら頭いいじゃん。そうだね。なんだよ、8ビットだと思って舐めてたな。8ビットに劣ってるんだよ。どういうこと？そうそうそう、ジャンプしながら打てば。ああ、いい、多少ジャンプでも避けにくくなるかもしれない。あれ、それだけのゲームだった、まさか。まあでもこれこれ打ってくるときついんだよな。いや、それはもう僕避けるから全部、うん、あと中岡のこのセコンドだけで、うん、これで勝てなかったら男じゃないんだよな、僕の中で。で、避けるわけ、避けるわけ、で、ジャンプする、ね、スライディングジャンプなわけ、うん、これ中岡絶対負けないから僕、うん、ここジャンプで避ける。いやー、惜しいわ。うわ、やらしいな、それ。ちょっとやらしかった。何このこいつの。こいつのさ、じゃあそればっかやってらそれはロックマンはやられるさ。うん、風上にも置けんな。おい、飛んでくるよ。さっきの調子よかったの何だったんだろう。あいつ、いや、さっきのニドルマンは、うん、弾200発くらい持ってたからもうダメだった。もう見た瞬間分かった。あ、こいつ弾搭載型だなって。無限ニドル。そう、リュックにいっぱい詰めてくるから、あ、もうこれ勝てねえなって。そういうはめ込んするようなニードルマンはね、こっちもお呼びじゃないんだよね、今。うん、正々堂々と頭の勝負旋回みたいな、なにわ節で来るニードルマンじゃないと若干きついかもな。あー、これ結構正々堂々来るタイプで好感持てる。あー、でも体当たり多いな、これ。タンクマンか。エリキシマンじゃない、今の。ズッキメインだったけど。絶対力士マンだったって、あいつだけ。でもこいつだって、でも続きとニードル、ニードル使えよ、ちょっとは。まあ大ジャンプ打つもんやな。もしかして一発当たったらさ、敵無敵になってる一瞬ね。な、それを言わないと。連打してたじゃん今までずっと。でも連打した方がいいんだよ、無敵時間ほんと短いから。じゃ連打、もう負けないようだから、ダンで当たるから。いいか、そろそろ。おお、倒してくれよ。これが中岡流名古屋打ちだ。あ、でもいいね。いや、中岡さん。いや、でも顔すすって見ててくれ、みんなも。おニードルマン攻略完了。うん、皆さんご心配おかけ申した。よく言った。坂本はさらなる強さを得て、はい、次のボスへ向かいます。ニードプリと練習させます。ニードルマンのボスの能力は強いのか。ね、すごい使いやすい。ロックバスターみたいに使えるはず。うわー、じゃあもう勝ちだ。ラッシュジェットも手に入れたぞ。お、え、マジでジェット？うん、もうラッシュマン。何ラッシュマンって。次どこへ行く？難所行こうよ、ま、あと、まあ、ニードルが弱点のボスに行くか。いや、それは男じゃないじゃん、弱点持ったからさ、行こうねみたいな。誰そいつ。あ、ニードルの弱点、うん、確かスネークだったと思うんだよな。スネークマン行こうと思ってた僕。あ、ほんと？ちょうど、うん、じゃあスネーク行く。なんか先からガンつけてきてるからさ、うん、ぶっ殺すか。あ、でもロックバスターで倒すと。いや、ちっちゃうんか。うん、辞さない。早くしないと、あいついるじゃん、ヒロイン。ロールちゃん。ロールちゃんの身も危ないしな。ロールちゃんまだ出てこないよ、これ。あ、出てこないんだ。うん、ロールちゃん今何やってんの。え、ロールちゃんまだ開発されてないはず。あれ、え、人じゃないんだ。あれ、ロールちゃんだってロボットで。あ、ロボットなんだ、ロールちゃん。ロックマンの妹だもん。じゃあいいや。皆さんお気づきでしょうか、未だにまだこのステージでロックマン坂本一回も死んでないことに、うん、ここまでは危機を演出したと言って君は信じるでしょうか。あいつ何なんだよ。キュッポンマンだ。トイレのキュッポンだ。張り付くでしょ、それだったら。何か言い残すことあるか。許さん。え、こいつ意外と強い。やるな、半分なくしたぞ。何がしたい、何がしたい。足場か、足場か。
くない？つらされた。面白くない、今の切り替え。プルーン言ったよね。今の僕のさ、うん、過失あったかい？なかったように見えたよ。ちょっとあれ、ズラシマいるね。ズラシマ壊せる、うん、耐久力ない。ボスだ。よかったー。なんだっけ、ニードルだけど、わ、あれポイントを節約するのに、うん、ロックバスターで動き見てるんじゃないか。言うて3機あるし。頭よし。なんで避けなかった。いや、避けるも何も、ステークは一緒にしてたよ。ほら、倒せないよ。それがね、そう、避ける。なるほどね、そういうことね、うん、こいつ避けて、なんだこいつ弱いじゃん。だったらロックバスターできるわ。でも体当たり結構食らうよ。ほんとだ、もっすれるから。でも離れてるときにどんどん撃っちゃえばいいわ。クワド？そう。避けられない。当てに来るわ。で、向こう行ってくれれば出番だぜ、ニードルマン。何押し切られてる。そうでニードルで行く。うん。ニードル燃費がいいんだよな、2発か3発で。うおー、ゴリ押しだ。これが脳筋マンなのか。強い。ゴリ押し最高。うん、よっしゃ。あいつの技一つしか分かんなかったね、ニードルマンの、うん、あれしかない。もう一個ぐらいあった、スネークマン。うん、あれしかないんじゃないか。あれしかないんだ多分。頑張りゃいけたかもな。次は僕が決めさせてもらうぜ。いいよ。この顔構えが気に食わなかった。俺大好きこいつ、ハードマン。うん、もう見た目がもう頑丈でいいよね。さあ脳みその岩よ、岩か。ちょっと早い、こっちの方が。結局クラウンか。うそ、一個一個としてあげようか。うん、スライディングするんだよ。あ、重たいよ。倒しちゃいい。高さが合わない。まずいこれ。あー、逃げてくれた。くそー。あ、こ、飛ぶ。でも、あんまやってこないな。下を通ったらって感じか。うわ、いやらしいな。面白いじゃないか。はや。やつ、面白いじゃない。しかも最初からまだ中間じゃない。バカな。全力でやるしかないぞ。うん。まあ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 。ちょっと頭見せてもらっていい？いいよ。おい。やばい、強すぎる。あー、やっとどうした。近づきすぎてもダメなんだな、あいつ。はい、あいつ降ってくるぞ、気をつけろ。あ、スライディングできた。うん、いい感欲しいな。うん、いい感さえ出れば取れないもんな。うわー、上から来れそうだが。
戻れなかったこと考えるとな。俺は嬉しい。勝った。これぐらい強くなってきましたよ。あれ取りたい、絶対取る。もう取りに行く。ダメージ食らってもいいから、取らない、取りたくない。無理。触ったダメージもでかそうだな。ダメ、これ無理。パッ絶対食らうんだな。しょうがない。ほぼ絶対食らう。来るか。取れるか。無理だ。でもさ、ジェット使っていけるんじゃない？いやー、スライディングで通るとこだからどうだ。スライディング使えるからさ。どんな状況よそれ。ダメかー、くっそ。うわー、やったぜ。うわ、マジか、ラッキーだな。半分。ここボス、ブルースの曲だ。ちょっとわかんないぞ。ひたすらロックバスターで撃つだけ。ジャンプして撃つだけのやよ、こいつ。これしかやってこない、こいつ。確か。え、仲間か。でも攻撃してきてるから、どういう立ち位置だったかな。ブルース倒してくれ。終わりだった。エネルギーゲージ出たらジェット回復したいとこだね。そうだね。頭使っていくわ、こっからは。それともダンサー関係ないじゃん。横の階段からやればいい。頭いいよ。ポイント使う。近づきすぎたらまた発動するからね、こいつ。はい、よし。え、君、アッタマン。何が？アッタマンって何？頭いいから。君はバッカマンでしょ。あったマンって脳なしマンとかね。そう、ノータリンマンとか。一発持ってる。持ってる。飛んでから撃てって。画面内に3発しか出ないんだから。そうだな、画面内3発か。そう、画面マンって何。なんで新しいマンが出てくるの。おー、ルルルルルよ。そう、ニードルまでぶっ殺すわ。当たるかな。当たるよ。入る。そこまで外す人初めて見たな俺。ブレース。もうポイントないって。すごい。倒した。おお、置いてくれてた。ブルース強っ。スネークマンで下から絡みついていくかな。あんまどんなボスかも分かんないのに。どうせあんまジャンプできないのこいつ。おーら、ロケットパンチしかしない系か。おお、面白い。それだけ。でもそれだけかもしれない、ね、それだけなのこの人は。でもあのパンチ結構厄介だよ。ロケットドスコイワンなんだね。そうね。はあ、すごいやこいつ。まあ、本当にこれだけだなこいつ。じゃ対策がよくわからんぞ。パンチどうやって避ける。どうやって避けるのあれ。ピョン。え、本当どうやって避ける。ジャンプかな。二段ジャンプして、すぐジャンプして、で多分ジキャラのところに飛んでくるからパンチ。ジャンプ。うん。いや、やりたかったことわかるけどね。なんでジャンプでジャンプ地点に誘導して、そこにジャンプで追いついてんの。ジャンプ、ちょっとまジャンプな。そうね、うん、いい感を移さないでいこう。勝機たらばな、うん、3分の1以上削ったらいい感を使えば計算上勝てる。そうだ。で、基本地面だからこいつ。おい、スライディングで答え合わせるじゃねえか。え、でも斜めに来るんだよ、スライディング。あの、ジャンプした上で、うん、スライディング。スライディングか。じゃあでもダメだな。いい感じ使ってゴリ押しても当たり前だろ。でもその、上から降ってくるのは食らえないぞ。ダメージすごそうだから。うん、それだけは全力で回避するわ。うん、
いかんタイミング教えてくれ。次食らったら使っていい。いいよ、使って。よっしゃ、使え使え使え、死ぬ死ぬ死ぬ。一番苦手な上からの攻撃来るよ。バシコン食らうよこれ。あーっしゃ、パンチとそんなかまどれやばい、いいか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 。体当たりすげえ食らう。スタートしてる時使えない。やべえ。スタートしてる時使えない。あ、止まってる時、止まってる時スタート使えない、使えない。ぶねえな、おめえ野郎って2個も使わなきゃいけない。そのまジャンプで殺さないでかいかいし。ちょっと、ポヒーンって言ったら勝手に膝蹴り当たったんじゃないか。いやー、いい感が。せっかくのいい感に1個が。でもあれ、1個目使わなかったら、うん、もう潰されて終了だよ。そうだよ。間違いない。失礼だったなー。ちょ、こいつイラつ、イラつなジェニーマン。なんでよ。スラ構えがいいから。イケメンマンから倒していこうよ。かっこいいね、でも。ジェミニマンってどういうことだい？ジェミニといえば、氷なの？いや、双子座だよね、ジェミニって。え、かっこよすぎだろ。なに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 、やっかいだな。まあ、避ければいいだけだけど。うん、私ももう3体のボスを葬ってきた男。はい、もう札付きだからな、こう見えて全部食らってる。札付きね。違う違う違う、下いけると思うじゃん。思わない、どう見ても違う違 う, どう、今まであれ下いくパターンだっただろ。ここも使うでいいな、ワンちゃん。あの、もうあと1回だな。おいえ、やっぶ、はあ、簡単すぎる。ラシコルタやろ。あ、でもジェット回復したのがちょっと役に立つんじゃないこれ。なるほどね、地雷みたいになってるよ、うん、いいガンマデマ。どうしたらなんかいきなり簡単になってしまったようだが、これが本当にロックマン3なのか、うん、そうだ、それで僕の技量が上がってしまったのか、果たしてどうしたらなのかわからないが、これがロックマン3だ。ラッシュ。置いてきぼりくらって。今のはなんだい、僕が打鍵が悪いんじゃないの。いやでも操作したのは坂本だからな。置いてくなよ。ちょっとまずいか、ポイントがギリギリね、ギリギリまで。これでもうコイルもコイルもジェットもないから。どうするこれ。え、トーク、え、嘘、多分これ積んだんじゃないかな。嘘、戻れもしないだろ。嘘、マジか。うん、何もやりようないよな、コイルジェットなくなった時点で。そんなギリちゃん狙っても。うそ、じゃん、気全部吐くの。そうだね、それしかないの。ないと思う。敵が出てくればワンチャンあるけどな。そんなひどいよ、ガプコン。せっかくゴキ取ったのに。コボー、ここからもう出すのでいいんじゃない。足りるかな、そのポイントで。ダメか。まあ、ちょっと気ぃつけるぐらいだな。もう上がったほうがいい。危ない。今当たんなかったら死んでた。トンボくん。命を救われたわ。つないだね。あいつ仲間だと思ってたんだよ、さっきから。トンボマン、次倉田死ぬからね。おう。嘘、どっちへ行かん。死ぬなよ。これと思ってたらお前笑いもんだからな。
ジェット回復したいな、あれで。あー、危ない危ない。もう一個ある。よしよしよし。で、今、いかん2機ね。2機いかん2つ。これは倒せるね。1機でまず様子見るか。の方がいいね。そう、ジェミニだから分身するんだ。2人か。え、もしかしてこれだけの敵？あ、あ、あ、本物一体かも。うわぁ、今、偽物ダメージ入んないわ。マジか。でもパターンあれだけっぽいな。うん、で、あれば大縄跳びの理屈でいけるか。あ、本物だけだな、撃ってくるの。なるほど、左のやつだけだ。そうだわ。そんなこともないね。向こうの方が強いね。効かない、1しか当たんない。パンチマン、やってみるか。当たらんか。スネークマン、あ、意外といいかもね。地面だもん、こいつ。うわ、めっちゃ食らうじゃん。なんだ、じゃあ勝てるじゃねえか。瞬殺。よーし、モリモリ減ったな今な。一個当たったら3割とかいっ無敵に短いから。またジェミニーレイザー。うん、それ強いか。かっこいいかったはず。かっこよさは重要だ。うん、いや、持ってまんな。シャドウマイク、いいと思うよ。一番最後スパークマンしようよ、あいつ。なんで弱そうだから。プリンマンの何そこねみたいなやつみたいな。シャドウマンね。うわ、俺ここの曲大好きだったな。下に落ちてるだけの落下ステージか。必殺モンスターだけということは、ワイリーの技術力も相当底をつき。ジャンプスライディングで避けるだけでいいんだって。飛ぶ必要ないんだってこいつ。なんで食らう。ブルーと言い方ブルーっすよ。強すぎだ。あいつ怪しい。ここはな、うん、ジェットマンで行く。はい。ジャンプしてお願いよ。サガちゃんジャンプして、頼むぜ、マジでやれや。ジャンプして。違うのよ。何がよ。今の違うのよ。思いと違う挙動してたのよ、僕のロックは。ジャンプする予定ではあった。いや、なかった。ないの。ここの一段下に乗っ、うん、来てくれてるもんだと思ったら。聞かない。一緒に行こう。お、でも短いね。うん。であれば、ここはもうジェミニマンの、うん、絶対かっこいい。おー、反射レーザー打ちまくれ。拡散する。全然ダメじゃないね。忍者マン。そうね。でもこれ打ってる間、うん、処理落ちするから恐ろしく回避しやすいぜ。でもダメ。処理落ち関係なかった。おー、2メモリくらい減るな。ニードルいくか。当たるかな。1メモリノット弱点。頭部版タップ、タップ版、うん、しかないじゃないか。スネークマンもあるぞ。スネープこんだけ飛ぶやつには効かないと思う。タップマンいく。タップ効くんじゃなかったかな。うっ、でももうめっちゃ減ってるな。もう一発当てれるよ、でもタップ。あ、もうあとゴリ押し。
なんかエネルギーものすごい減ったけどあんまりダメージ当たんないの何だったんだろう。超連射してたらガリガリガリっていった。連打したのか。そう、かっこよかったな。おお、コマまあありがとう。シャドウブレードラッシュマリーンを手に入れました。海を泳げる。おお、どうする。水中ステージなんてあんのか。え、もうあと一人しかいないぜ。マグネットマン。うん、スパークマン。そうだ、物の数ではない。じゃあマグネット行こう。マグネット行こうや。え、うわじゃうわー面白い。やられる。あいつマジぶっ飛ばすな。これ折り方によって粒ね。よかったよかったよ。おーよしよし、ここはスネークマン出しどころということよ。あーあった、いい感じよ。そうなんだよ。よかったな。いや掴まないでよかったな。まあでも2メモリだからね、いいんじゃない。音楽はポップだからやたら難しいだろうし、全然降りてこない。え、ボスだ。で、マグネットか。メタルマイン、あの、これもシャドウフレアかレーザーの2択だわや。僕で、僕気をつける、任せろ。うん、僕すべてを託す今。弱点なんだっけな。いや、託せ託せ。だ、あ、大外れ。ハッド、ハッド、ハッドパンチャー。あ、たんねどう、結構減ったか。大パンチ、うん、結構減ってるけど基本こういうダメージかもしらん。まああんだけ遅いしな。さっき何試した。レーザーマン、レーザー今1、ハードパンチャーが、まあまあ、結構減る。まあまあまあいいや。ニードルいく。ニードル、うん、やってないねまだね。もしくはあの取ったばかりの、うん、サブブレード効きそうじゃない。あー磁石でくっつく。お、めっちゃ食らう。ああお前もその程度のボスだったのか。まあでも射程が短いな。はい、弱え。弱点すぎだろ。きっとマグネットでくっつくから、うん、スピード上がるんだろうね、手前、手元で。やったらサクサクだぜ今日。うん、これ全員倒したか。マグネットミサイル、そう、あと大好きなスパークマン。あ、スパークマンね。いきますか。うん、あーなるほどなるほど。鉄かまし一発だ。おいつ鉄かまし見ただけでわかる。慣れてきたねあいつね。一番簡単なステージじゃないここは。最初にやるべきだったのでは。あ、どうだこれ。さてボスだが一発ジェミニーか。うん、ゲッ。でも効きそう、跳ねるからね。拡散レーザー1ダメージ。ハードパンチャー、いいかん。間違えた。スネーク効かない、全く効かない。キュッ、ハードパンチャー。ニードルだった。ニードル1、2かな。ボーン。あんまり食らない。あ、こいつ攻撃力全然ないわ。効かない。グッペトレードタップは効かんべ。コマ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 、ダメ、全然ダメ。クソダメージ。クソ、ハードパンチやってないまだ。中ダメージ。グー、もうないぞ。あとシャドウブレードやってない。あ、スネークは効かなかった。効かなかった。うん、めっちゃ食らう。いいよね。やれ。つえ。ジャンプ。間違っていいか、もう一個使った。うっそ。多分途中でいいか入っちゃった。もったいね。なくなっちゃったよいいか。うわあやばい。スパークショット。
なんだ。さあ全員倒して YD のお出ましか。あれ何これ、あったあったこれ、これ何マジで。ワイリーステージの前にもうワンクッションあったな。指数も1かい。うん、ボスはやっぱりいる感じか。いるよ。でも今まで戦ったボスでしょ。どうせそうね、違うがない、違う、ちょっと違う。今戦ったばっかだからシャドウブレードで一発だね。ね、弱点どうだったかな。これフルブルース2のボスがね出てくるんだよ、メタルマン。これくそ、確かに、ね、スタート押せない。嘘、スタート押せない。なんでよ、使えない、使えない。嘘だよ、嘘。マジ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 、使えない、これ使えない。そんなバカな、ほんとだってじゃあ使えない。じゃあ事前に変えなきゃダメ多分え、最初から使えなかったよ。じゃあ入る前に決めなきゃダメか。うん、そんなバカな、難しすぎる。堂々と敵の本陣で戦ってこそなのよ。うん、どうのかね。ちょ、出てくるとき全員頭いいの勘弁してくれいや半分しかないぞ。どれ使えばいい。シャドウブレードいってみよう。あ、いやマグネットでもいいな。どれだマグネットって。それ。あ、はい、それね、た敵いたら敵のとこで曲がるはずなんだよ。こいつ撃ったらジャンプするけど、マグネット行かねえかな。うん、行く行く、一発ずつでいいわ。中岡を安心させたい。うん、みんなお待たせいたした。え、終わってないんか。確か、うん、え、嘘！うわ、中間ゼロ。ちょっと待って待って待って、やべ、マグネットも全然ないちょ、今見えてなかったこれきついぞ、完全見えてなかったトゲを下手くそすぎんか今センスのかけらもなかったもんな今な。もう一個弱点探すか。そうだね、パンチは。ジェミニレーザーどうだ。あ、いいや、跳ねまくるから。でも一発食らったら終わるよ。ギョーンっつったら終わるから。一発食らうまでは絶対死ねない。当たらねえダメだから一面俺しかやらないそう、もう何も残っちゃいないのか。あと何言うじゃなくて、もうあと2回ぐらいしかジャンプできんぞ。あと1回じゃないこれあと1回か。何発打ったよ。空打ちマン頭空っぽまんね。スパーク試したっけ。スパーク試してないか。あの、ま、スパークってあの丸いやつでしょ。うん、多分当てて1しか当たってないよ。あー、そっか。取れなかったここ難しすぎんかちょっと変えてみる。でもなー、あの先見たいっちゃ見たいよね。うん、マグネットやれば、うん、すぐ倒せるから、あいつは、ボスはね。今で、まず、残してこう。まあ、待とうや。わざわざさ、行く必要はないでしょ。言ってんだって、俺、最初に。必要
性のないことをする必要がないのよ、わざわざ相手の陣地でわざわざ不利な戦いをして、うん、それを男気がどうとか武士道がどうとか言って満足することは可能だが、本会であるワイリーをぶっ殺すということに関して、うん、一歩も近づけないわけ。やらなきゃいけないときはやらなきゃいけないわけ。その通り、誰も文句言わないよ、そのことに関しては。堂々と強い戦法をこすらせてもらうよ、だったら、うん、みんなそれを望んでた。それがお好みだったか。うん、先生どの坂本が見たかったという言葉があったかと思ったんだよ。ない。よしよしよし、うん、マグネット行くよ。いいよ。これ坂本からか、負けられない。うん、なんかどす黒い感じもそっくりだな。負けられないんだぜ、みんな。弱すぎる。なんだ、雑魚だったわ。こうなってよ。え、時計あるからね、気をつけてよ。傾け方要注意ね。うよし、よく避けた。いや、いかない。どっからになるんだろう、これ何マンで行く。とりあえずジェミニマンから行く。そうね。ゲー、クイック、クイックマンがインストールか。やばい、強いかも。わからない、ダメージ当たってないから。あ、よかった、こっから。死にそんな。当ててから行け。あー、これっぽいね。よし、4メモリぐらい減った。オッケー。うわー、いいわいいわ。こいつら無敵ないのか。いや、あるような、少しは。ナバー、いや、アタックルきつい。ダー、逃げろ、避けろ。でもいいよいいよ、ダメージはいいよ。さあ、いつもゴリ押してきる。タック全員ゴリ押しなんだけど。登場人物全員ゴリ押しが強えんだ。ゴリ押しばっかしてきやがる。それでいく。よーし、よし、当たる。うわ、当たんね。ぐっそ。でもこれきついな、当たんないと。なんなんだよ。これダメか。なんか一個武器試してみるか。舐められても同じ坂本さんもよ。スネークとかよ。スパックパックさせて、うん、直進して当てやすいな。当ててから死んでくれよ。赤っていう。何も反応できてなかったじゃん今。まあ、ステイシマンだったから今のは。まあ2メモリだしな。ダメ、1メモリ。スネーク、これこれこれ、スネークマンか。これめっちゃ暗い。ゴリアス。なんなのこいつら。バカとゴリ押ししかいねえこの世界。クンズオフレスマンばっか。ほんとよ。全員レスリングマンみたいな組み合ってからなんぼなんか。タックルとスピードいいもんな。遅れた。え、いや、スネークの方が連打も効いて、いいね。もうゴリ押しよ。もう、あ、まずい、外すと痛い。連打しすぎよ、基本。あと一発当てろ。
斜め上、よっしゃやってることロックマンじゃないんだよいいね、もう接触した接触した時に言うよーしナイス敵に当たる瞬間に撃つしかそれでいいんだよ、うん、次どっち行くよニードルマンステージだな、ここおうよし夜か、あ、もうボス、でもね、前座のボスだと思うよ。うーん、でも前座にはしたくない、こいつ活躍はここから、何ボスかによるな。とりあえず初手、レーザー行こう好きだね、レーザー、エアーマン、エアーマン、うわー、竜巻面白い、それは面白い、当たって風でエアーマンでしょ、エアーマンだからポケモンで行くと空タイプだから電気が効くんだよ、絶対一発当ててから死ぬわ僕、うん、うわっ大ライフ今大ライフにみんな目いったよね僕はダメアイフ出たらもうそれしか見てなくてでも落ちてってもう手前の丸見えてなかったもんね釘付けだったマジほんと作戦だったわこいつの頭いいわみんなあ、いい感もあるよ、じゃあ、じゃあ下まで落ちた植木押しとけ、この家も若干反抗的だよねしょうがない、壁の中ではね出てこれないからいつハッカーが一キャップも取ろうこいつつばっもうあいつ一番つまらんとで、何行くかがジェミンじゃない、あ、で、いや、だってプリーンって言ったじゃん、さっき竜巻でネメシスマンニードル、うん、あの、扇風機の中に針突っ込むみたいな感じ、そう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 、物理的故障どう、減ってない、1メモリ、でもさ、これ分かっちゃったかも、何、スタートボタン押せねえ、あ、押せた、これマグネットマンか、行ってみるか、うん、でも消費がでかいから、あ、結構減るわマグネットマン行く、減る、うん、そうね、うん、弱点武器っぽい、もう使った方がいいんじゃないか、まあそうだな、何でも食らったら死ぬよ、そしてマグネットマンか、うん、お待たせ、竜巻も突っ込んで目の前まで行くでもいいと思う、オッケー、避けれれば避けるで、近づけばこいつ何もやってこないから、竜巻から、うん、なおか頑張った、いいよ、頑張った、かなり頑張った、あ、そっち行かずに前走るんだよ、スライディング、よっしゃー全部使い切った回答は分かったぞ、うん、いや、理論でいく、おお、抜いた、そういうやつやりたいわけよ、で、その次なんだけど、うん、やってないことをやるためには
電気とスネークとシャドウ撃ってないね。電気うん撃つ。スネーク撃とう。いいよ。うわー、あ、でも生きるか。一発撃った。1ダメージ。ちょっと待って、非弱点。スタートしない、スタートしない。OK、 弾出てるからだ。電気これだ。めっちゃいる。これでしたか。うん、5発ぐらい撃ったら倒せるわ。一気に行くぜ。うん、一発目も突っ込んで、うん、竜巻もう至近距離でボンボンボンでいいと思う。うわー、撃ってりゃ一発ぐらい。ここここりゃー連打しすぎや。もうなくなっただろ。シャドウブレードいってみるか。シャドウブレード、うん、当たるかな。ダメージ届かない。相手無敵時間はあるので、なあ、タタタンタンタンみたいな感じか。ある程度のタン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 みたいなね。なんで至近距離でさ、ものすごい連打力が発揮してんのそこで。一応打ち切っちまったか。あれれ、うん、今出れるとはな、アイテムが。いつ出れてほしかった。いいか、簡単攻略でこの先。いいよ。なんか足に力入ってなかったけど、言葉にできない何か。つまずきがそこにあった。なんか本人は飛んでるつもりだったからな。きっとな。ボタン王は確かにさ、うん、カチャはなってたよ確かに。集中、うん、いたします。使った方がいい。してる。次で。違う違う、今はもう戦略的撤退。今のはもうしょうがない。倒せるよ、それあれやったら。あのまま、そうね、うん、違うでしょ今のは。でも倒す時だったと思うけどな。これ自販機の下の小銭拾うまでいいかな。しばらくちみちみと。すまんな、みんなこれ回復させてもらうよ。うん、ちみちめまんでいくわ。いいか、もったいないよもうここで使うの。うわー、来ちゃった。よし、行こう、みんな行こう。うん、スパークにぶっころまんでいこう。ぶっころまんで、え、これどうする。スパーク、スパーク、スパーク、ボブ全開。うん、お待たせ、蹂躙マンが来ましたよ。なんで後ろにいたのに当たんの。よし、あと一発。よーし、最後の一発届いてよ。やったー。ナイス。よく当てた今。いくぜ。うわー、ありがとう。ライフじゃないんだ。必ずボスに届けるからな、このベルト。なるほど。うわ、結構タフい。慎重マンだな。まあ、飛ぶか。うん、あ、足りるか。いや、ありがとう。空中にはね、出ないんですよ、ラスジェットさんは。一回着地しないとダメなんで。ねえ、はい、今のロックマン3の進行状況を教えてくれる。
半分ぐらいは行ったかい。半分は行ってるが、ギリ半分ぐらいかい。ギリ半分。半分、半分、いいとこじゃない？もう11人超えたんだよ。早いな。おい、次回後半しようよ。そうね、このまま行ったら多分ね、明日の朝ぐらいになるんじゃないか、下手したら。マジかよ。ラッシュジェットのね、気をつける点はそこなんだよ。一回着地、地面に置かないと落ちてくからね。次回はもう確実にクリア、間違いなし。うん、もう真の、はい、岩のような石で進みたい。はい、ロックマン。そう、難しいだ、ロックマン3。だろ、難しいって言ってからね、最初俺。難しい、難しいし、長岡からの叱責が面白かった。いや、でもね、死に方はね、最高に面白い。次回、はい、完全クリア間違いなし、うん、ロックマン3、はい、後編でお会いしよう。そうね、今週中にまだ絶対戻ってくるから、うん、もう即やっちゃおうこれ。みんなじゃあな、お相手は坂本ロックマン龍馬、そして、はい、オサーバー長岡慎太郎、真の敵はミサイルくん。あいつな、ミサイルくん、ロックマンで倒した後に、まあ、シャドーブレード斜め打ちとかでもいいんじゃないかな。あいつ絶対ワザップ見てくるわ、この後。あいつ攻略しないと厳しい。うん、じゃあみんな。